皆さんこんにちは、マインです。今日は意外な特殊資格を持つ芸能人5選をご紹介します。それでは行ってみよう。アキラ 100% 全裸で股間をお盆で隠すスタイルで人気のピン芸人さんです。彼が持つ資格は教員免許で、中学の社会と高校の公民を持っています。大学では法学部に在籍。芸人としては意外に高学歴で、とてもそんな風には見えないですよね。もともと俳優志望で、学生時代は演劇、卒業後は俳優の椎名桔平さんの付き人をしていました。ですので教師になりたくて取得したものではなさそうです。先生が裸芸をしたらアウトですが、生徒には受けそうですよね。エイクラ7。彼女が持つ資格は特技でもある三味線の巡視班の免許です。彼女は藤本流という流派で、巡視班まで行くほどの実力があるということでしょう。三味線など芸事において師範の次が師範代、その次が巡視班になるので、人に教えられる資格としては十分なものです。そして彼女は民謡も得意で、こちらは名取まで行っています。あまり聞き慣れませんが、名取とは芸事で技術が認められ、師匠からその界隈で芸名を名乗ることを許されることです。落語家で言ったら2つ目、真打ちになって改名や先代から襲名するといったイメージに近いでしょう。天は二物を与えずと言いますが、エイクラ7さんの場合、スタイル、美貌、イケメンの旦那に加えて芸術の才能まで神様は与えてしまったようです。佐々木望さんは声優で、代表作は悠々白書の主人公浦飯祐介役や、ナルトの月光颯役でおなじみの声優です。そんな彼が持つ資格は全国通訳案内士です。要するに通訳者になるために必要な国家資格で、佐々木望さんは英語の通訳ができます。実は彼は今年の3月に東京大学法学部を卒業しています。2013年から一般前期試験で入学し、仕事の傍ら通学、7年かけて無事卒業を果たしました。全国通訳案内士の資格は卒業した年に取得を発表しました。国家資格というだけあり、難易度は高く、ちょっとした勉強だけでは取得できません。合格率は平均して 17.4%、 2015年には 15.6% で、2019年は過去最低の 8.5% と、10人に1人合格できるかできないかという難しさです。佐々木望さんは試験の日程から逆算すると、2019年に受験していることになり、 8.5% の中の数少ない1人ということになります。ちなみに資格を取得した理由は分かりませんが、もしかしたら役作りに役立てるのかもしれません。雨上がり決死隊、蛍原徹。お笑いコンビ雨上がり決死隊のツッコミ担当、蛍原徹さん。おかっぱ頭でニコニコしているのが印象的で、アメトークなどゴールデン番組に出演する人気芸人です。そんな彼が持つのは毒物劇物取扱責任者です。結構物騒な響きがする名前の資格ですが、この資格は国家資格で、薬品を取り扱う上では欠かせない資格となっています。例えばガソリンスタンドでは危険物取扱者、飲食店なら食品衛生責任者と同じ位置づけで、必ず一人は配置しなければいけません。蛍原徹さんは19歳の時に取得、つまり彼がまだ芸人になる前に仕事で必要だから取得したのではないかと思われます。ご自身がラジオで、一応ですね、国家資格でございまして、ちゃんと試験を受けて、見た目と匂いだけでこれは塩酸や硫酸やとか、そういう試験を通ったわけです、バイオテクノロジーやと研究して一発当てようと試験に合格したものの、勉強していけば行くほど僕には無理やと一念発起したものの、折れてしまい芸人の道に進んだようです。山田隆夫。
商店の座布団運びでおなじみで、元ズートルビのメンバーだった山田隆夫さん。彼が持つ資格は、プロボクサーライセンス、つまりプロボクサーになる資格を持っています。これは彼が17歳の頃に取得したもので、ランクは C 級です。そのためか、華奢に見えますが、実は鍛えられた筋肉をお持ちです。この他にも、商店の座布団運びをきっかけに、落語家、霊霊者鈴丸として講座に上がったり、ハリウッド映画への出演、卓球大会出場、マンション経営とマルチな才能を発揮しています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。